さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。はあ、卒業式だっていうのになんか体が重い。あれ珍しい、ママが作ってくれたの？そうよ、卒業式くらいママだってちゃんとするわよ。ママの特製オムライス食べていきなさい。やった、これは朝から元気が出そう。ママも後で顔出しに行くわね。それにしてもつぼみももう高校卒業か、ほんと早かったわね。はっ、もう私も学生じゃなくなるんだね。ああまだまだ子供でいたかったな。心配しなくてもママにとってはずっとつぼみは子供みたいなもんよ。それもそれでちょっとやだ、大人認定してください。あ、桐ヶ谷くん。つぼみちゃんおはよう。ママさん、つぼみちゃんのご卒業おめでとうございます。つぼみちゃんと青春遅れてよかったわね。うるさいな、ママ、また後でね。あれつぼみちゃん手つながないの？ママがまだ見てるからダメ。お、花咲たち来たみたいだぜ。みんなおはよう、いよいよ卒業式だね。早かったよね、なんだかまだ私実感湧かない。花咲さん、霧ヶ谷、朝から見せつけられて鬱陶しいからこれ振り下ろしていい？今話しました。なあなあ花咲、食堂行かね？最後におばちゃんに挨拶していこうぜ。おばさん、いいんですか？ケーキごちそうになっても。もちろんよ、3年間使ってくれてありがとね。寂しいわね、毎日のように来ていたあなたたちがぱったり明日からいなくなっちゃうなんて。この食堂でいろんな話したね。ある意味僕たちの作戦会議の場でもあったよね。甘いものに飽きたらおにぎりも握ってきたから食べてね。おばさん、さすがに食べれないよ。いただきます。食べれんのかい。やばい、お腹破裂しそう。私卒業式出れないかも。もうジュリちゃん、あのおにぎり一人で食べるからだよ。最後までジュリちゃんらしいな。ほんとジュリちゃんは将来大食い YouTuber 確定だね。だってもうあのおばさんの料理食べれなくなると思うとなんだか寂しかったのよ。ジュリちゃん、ほらまだ泣くには早いよ。早く卒業式に行こう。皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。わしからも少しお話をさせていただこうかな。あ、なんかだんだん実感湧いてきた。やだな。佐藤先生、いつも以上に気合い入ってるね。話が長くなりそう。そうだね、卒業式のスピーチ私じゃなくてよかった。おにぎりまだ食べる。ちょっとジュリちゃん、寝ちゃダメだよ。っていうかまだおにぎり食べれるの？おい花咲、ちょっといいか。実はだな、卒業生のスピーチをやる予定だった子が緊張のあまり腹痛で倒れてしまったんだ。くっそ、陰キャだった高校生活に最後に終止符を打とうと思って頑張って立候補したけどやっぱり無理だった。だから急で悪いんだが花咲、お願いできないか？え、いきなり私ですか？あれ、つぼみちゃんが卒業生の挨拶をするんだ。どうしよう、引き受けたのはいいものの、さすがにこんなところで固い文章はさらさら言えないよ。とりあえず適当にそれっぽく。本日はお日柄もよく制服が引き締まる思いの今日この頃。なんじゃあのトンチンカンの挨拶、今まで見た中で一番ひどいの。おいおい大丈夫かよ。なんかこっちが見てて緊張してくるんだけど。つぼみちゃん頑張れ。霧ヶ谷くん、よし、私にはマイクなんていらない。急遽卒業生代表の挨拶をすることになりました。花咲つぼみです。いきなりなのでもちろん台本もありません。なので私が今思いつく言葉で話したいと思います。桜学園高等学校はすごく綺麗な学校で、入学した時めちゃくちゃテンション上がりました。でもちょっと学費が高いので佐藤先生どうにかしてください。ああ検討しておく。いいぞ花咲、その調子だ。あとは食堂のおばちゃんの作るご飯がとっても美味しいです。
毎日お昼休みが楽しみでした。そして何より最高の友達、つまりここにいるみんなと一緒に卒業できることが何より嬉しいです。私は昔からいじめられることが多かったから一人の時間が多かったです。でも今はこんなにもたくさんの人と同じところに立って一緒の時間を共有できてます。他の人からしたら当たり前のことかもしれないけど、私にとっては当たり前なことじゃありませんでした。だから最後に一言だけ言わせてください。みんな大人になったら今以上に幸せになろうね。以上、卒業生代表花咲つぼみでした。花咲さん、よかったよ。よく頑張ったな花咲。つぼみちゃん、私感動しちゃった。つぼみちゃんだからこそ響くような言葉だったね。霧ヶ谷くん、背中を押してくれてありがとう。よし、それじゃあみんなで写真撮るぞ。小暮さん、わざわざスタジオの機材持ってきたんですか？つぼみ、なんかママ泣けてきた。ちょっと、ママが泣いたら私も泣きそうだよ。つぼみちゃん、卒業してもずっと友達だよ。当たり前だよ、まどかちゃん、ずっと友達だよ。別に会えなくなるわけじゃないでしょ。ああ、またジュリちゃん強がっちゃって、こりゃしばらく泣き止みそうにねえな。こうして私たちは無事卒業しました。霧ヶ谷くん、編集お疲れ様。つぼみちゃんこそ高校卒業してから毎日のように働いてない？撮影も連日続けてるし。大丈夫、元気だけが取り柄だから。お二人さん、結婚報告はまだですか？俺待ってるんだけど。もう小暮さんは私のママよりせかしてきますよね。そういうのは二人のタイミングっていうものがあるんです。まあリアルなことを言うと、早く新しいクリエイターが見つかったらつぼみちゃんも少しは時間に余裕ができるんだけどな。そうなんだよな、変なやつの応募は来るけど、なかなかつぼみちゃんの後継者みたいな人現れないよな。それじゃあ俺この後打ち合わせあるから、つぼみちゃんこの後の面談お願いしてもいい？また変なやつが来たらすぐに追い返していいからさ。なかなか難しいよね、ここの事務所を支えられるようなクリエイターの人を見つけるのは。地道にオーディションを繰り返すしかないよ。あ、来たみたい。ちょっと私面接行ってくるね。はーい。あれ、小学生？今日面接に来ました。どうしよう、一応高校生以上からにしてるんだけど、なんで YouTuber になりたいのかな？私いじめられてるの。でもつぼみちゃんみたいに強くなりたいと思ってここに来ました。そうなんだ、この子いじめられてるんだ。じゃあ一つだけ質問していい？辛かったら逃げたらいいのに、どうして私みたいになりたいって思ったの？はっきり言ってめちゃくちゃしんどいよ。いじめられたら逃げるのも勝ちだよ。それはなんか悔しいもん。あいつら逃げたらきっと他の人にもまた同じことするもん。だから私も強くなってつぼみちゃんみたいに誰かを助けるもん。この子すごい、ちゃんと他の人のことまで考えてる。そろそろ交代だな、つぼみちゃん。いいんじゃないか。え？関さん？関さんに言われたら断る理由がないじゃないですか。でも、わかります。私もこの子がいいなって思いました。よし、じゃああなたを採用します。本当に？やったやった！じゃあ、今日からあなたはいじめられっ子 YouTuber だね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。